李性語は中華民国の外交官、政治家、法学者。名は伏前だが、字の、聖語で一般に知られる。王朝明の南京国民政府で養殖を歴任した人物である。北京大学を卒業し、日本に留学して、東京帝国大学大学院法学部研究員となった。さらに、イギリスにも留学し、オックスフォード大学で法学士の学位を取得した。 帰国後は、君南大学、福丹大学で教授となる。また、上海商務院所管の編集や南京中央日報主編も務めた。1932年7月、国民政府行政院参事に就任した。翌年12月、外交部総務司市長、中央政治会に特務秘書、東方雑誌総編集を兼任した。1935年に、 香港の国際問題研究所研究員に転じる。この時、王朝明と親しくなった。1937年6月、外交部顧問に転じている。1940年3月、王朝明の南京国民政府に加入し、司法行政部部長、中央政治委員会指定委員に任命された。6月、県政自治委員会常務委員となる。翌年3月、 清里委員会委員となり、8月、教育部部長兼社会、行動指導委員会常務委員に転じた。9月、中ドイツ大使に任命され、11月には、文物保管委員会委員兼図書、専門委員会主任委員となった。1942年2月、ドイツ大使に加え、デンマーク講師も兼任した。6月、新国民運動促進委員会常務委員に、任じられる。 1945年4月、外交部部長を兼任し、翌月には、文物保管委員会委員長と、各国在価値外保険撤廃委員会委員長も、兼任している。日本敗北後の同年9月26日、小解析の国民政府により逮捕され、南京で収監された。1947年12月9日、懲役15年の判決を受けた。 しかし後に釈放されて、香港に隠居し、香港中文大学で法学の教鞭を取った。1979年以降、何度か帰郷する。1984年からは、国立交渉、ジャムス市に住む長女の下で暮らした。1985年、病没。去年87、ありがとうございます。